どうも、ナオチンです。さあ、今日も未来のトランクス編行ってみましょう。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。これで孫君たちの応援に行けるわよ。悟空さんたちが無事だといいけど。きっと大丈夫よ。もしかするともう人造人間なんか倒しちゃって平和になってるかもよ。それだったら悟空さんたちを連れて戻ってくるのもいいかもしれないね。タイムマシンの定員は一応一人だけなんだけど、孫君たちなら無理やり乗ってきちゃいそうね。孫君、強い敵と戦うのが何よりも好きだったから確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないな。でも戦いが終わってなかったら今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょ。気をつけてね。あまり無茶しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけて。俺必ず無事に帰ってくるよ。この世界の平和も取り戻さないといけないからね。こうしてトランクスは再び過去へと旅立った。そこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の変化した17号、18号など予想以上の出来事が待ち構えていた。さらに17号たちを超える凶悪な敵セルの出現は人類の存亡をかける危機へと発展していった。しかし悟空たちはさらなる修行を重ね、中でも特に成長したご飯のスーパーサイヤ人を超えた力によってセルの脅威を排除した。平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは修行で得た力とともに元の時代へと帰還していった。どこだろうな。多分この石が落ちてるとこあたりだとは思うんだけどね。どこだろう。全然ないわ。ああ、まあとりあえず、石はね、あるのよ。でももう、ある程度揃ってるんで、石はそんなに必要じゃなくて、ないなぁ。どこにある？やっぱあっちの陸の方か？おー、いやいや、探したところでやっぱり難しいんだよな。灯台のとことかあったりもしないよね。もうすでに取ってるとこだと思うんだ。わかんないよ、お前たちがいると。オッケー、バーニングアタックでも倒していこう。広範囲だからね、これが一番無難だわ。この辺か？いや、ないね。気を探るとね、虹色に光って分かりやすいんだけど、やっぱりないな。弱そうだな。おお、タックルで倒せない。よし、あと一発。雑魚敵は余裕なんだけどね。メダルがない。どこにあるんだ？